い、こちらです。え、いや、とちみつやとちみつの男じゃん、こんな男だ。おもろいな。男トーストを作っている。男トースト、男クイズ来たよ。男って書かれてますね。なるほど、顔じゃなくてこういうね。なるほどね。いやでもこれをやるやつ真の男ではないよな。確かに ね、この料理あんま男がないよ、はい、回答を男で答えてください。男で、ね、え、誰だろう。男、これ男は本当に男だったのかな。トーストっていうだけじゃなくてかな。男なのかな。はい、かけました。はい、この男トース誰なのか、りょうさん。ロリアー亀田史郎。じゃあ、ありそうじゃないですか。なるほどね。無難な。そこだわ。これ無難だよ。じゃあ、さん亀田史郎。おお、やっうわー、すごい。一旦思いますよ、これは。すげー、これだ。あるんじゃないでしょうか。さあ、しめさん、ココミ。ココミっていうのは、ココミさん、木村拓哉さん、木村拓哉さんの娘のココミさんですか。なんで。しかも何発してるの。肉万力。どういうこと。この問題は男っつっただろうが。いやでもこれ本当の男はやらないし、芸人さんもやらない。だから女性なんです。しめさん、その考えは非常に惜しかったね。え、正解は、はい、ん、動画ではない。え、ロックかかってます。正解は、はい、誰も投稿してません。真面目に書きやがって。亀田史郎、亀田さんなんてよ、お前ら。男だっつっただろうが。え、男だっつっ、そんなやつはいねえって書いてほしかったんだよ。うわぁ、俺ら千と千尋の才能なしってこと。インスタグラムに男はいないわ。すごい角度が来るな。俺が出しちゃうんだよ、クイズだって。うわぁ、うわぁ、それ答えるチャンスあんまないのに悔しい。なんかみんな真面目だねって思った。俺見てて、プロ YouTuber ちゃんとやってくれんだって。いやマジで千尋すごくね。両親の命かかってる。この中にいないわね。これその発想に至るのやばくね。あれは普通にやばいよね。あんなね、千尋になってほしかったわけです。うわー、やめますか、もう。ここでやめてたまるかよ。疲れたみたいな。